渋川廃寺跡の位置する渋川天神社渋川廃寺、あと渋川廃寺跡の位置渋川廃寺跡は、大阪府八尾市渋川町、春日町にある古代寺院跡、史跡指定はされていない。渋川天神社社殿、JR 山和寺線大阪府東部、長瀬川の左岸、現在の渋川天神社付近に位置する。所在地は、宝着寺という地名が残っており、1944年に、 田中主久の論考が出て以降、大使殿、玉林省にある渋川寺に同定されるようになった。現在は地域を JR 西日本山和寺線が横断しており、1989年度以降に発掘調査が実施されている。現在までの発掘調査では、仮覧の詳細は明らかでない。出土瓦の様相によれば、 飛鳥時代前期の7世紀前半頃の創建と推定され、平安時代中期までの存続が認められる。中郷地地域では、最古の古代寺院に位置づけられるとともに、一体の古代豪族であるモノノベ氏を呼び、モノノベ氏族の後氏との関係が推察されるとして、注目される遺跡になる。なお近年では、平安時代後期に再興された、 龍家寺の前身寺院になるとする説も挙げられている。現在は、主要河羅の内藤の遺構のみが知られる。発掘調査では、陶器団が検出されている。奈良時代後半以降の再建と推定されることから、俗日本紀、神後慶雲3年10月21日上に、聖徳天皇が行幸したと見える龍家寺を渋川廃寺に否定する説が挙げられている。また、当分。 下村文明の平瓦が認められることから、都来系氏族の稼ぐ氏が、唐に吹く瓦を寄進したと推測される。地域から出土した瓦のうち、創建期瓦は、単弁八弁連下文献丸瓦で、飛鳥時代前期の7世紀前半頃と推定される。蘇我氏系の豊浦寺系の瓦になり、中郷地地域の古代寺院としては、最古級である。また、 福弁八弁連下文献丸瓦、金星人道唐草文献平瓦の組み合わせがあるが、これは奈良時代前期の法隆寺祭院が乱用式であり、天平19年の法隆寺が乱演技並びる騎士財町に見える渋川郡、四季郡の法隆寺領との関連が推測される。さらに平安時代中期の軒木丸瓦も出土しており、この頃までの寺院存続が認められる。 ありがとうございます。